出しましたし、まあ、非常に、ね、こう奪ってから縦に速くというところはね、まあ、やはりこう、はい、近い距離ワンツーダブルボランチ経由の中に刺すようなボール、原川です。七位奈良で弾いて湯沢足元取られましてセレッソ奪い返し重弘です。さあ42分経過です。前半斜めのボール空きました。落ちて受けた山田奪い返してアビスパボランチの前長いボールで裏返そうというボールですけれども中途半端なボールになってしまいました。体を当てて原川力ファンマからさあここも背後をついていく、まあ、常にこう狙ってますね。ファンマ選手がターゲットになってその裏をね、まあ、うまくルキアン選手が狙ってますから。さあ3人目の動きでここもルキアンが裏抜けを狙っていきました。さあ一つ後半チャンスを